えー、いわゆるおじさん世代にあなた方は視野が狭いので広くした方がいいですよ視野を広くすれば本質や本当の問題点が見えてきますよと指摘しても、えー、視野が広いあなた方に言われたくない視野が狭くて頑張ってきた我々にリスペクトがないなどと言われ聞く身を持たれません、えー、説得や提案を諦めてしたたかに世代交代を持つのが特策でしょうかはいえと、ー、要はその、えー、相手が説得できると思っているうちはまだまだ子供なんだと思うんですよね あのまあ説得できる人もいるんですけど説得できない人の方がやっぱり多いんですよ要はその考え方を変えるのってすごく難しいんですよねなのであのあこういう考え方もあるんだって言って考え方を変えるタイプの人と考え方を変えれない人っていうのがいて考え方を変えれない人っていくら時間をかけても無理なんですよねなのであの他の国がなぜ考え方とか政策が変わりやすいかっていうと寿命が短いからっていうのがあるんですよね あの例えばじゃあその LGBT みたいな話ってあの今時の20代30代の人ってそのなんかゲイのカップルとか、まあ、LGBT 的な考え方とか生き方の人たちっていうのを結構ちっちゃい頃から見続けてるので、まあ、こういう人たちいるよね別にいてもいいんじゃないっていうふうに普通のこととして受け止めるんですよ。 でもその昔そのじゃあ60代の70代とかの人たちってその LGBT 的な人たちっていうのをまあまあ身の回りでも見なかったしテレビでもあんまり見なかったし見たとしてもその「ホモーだホモーさん」みたいなその LGBT 的な人たちをバカにして笑いを取るみたいなのを見てたのでなので特殊な人たちっていう思い込みがあるんですよ。でその時代はその LGBT 的な人たちは自分たちから発信もしないし身の回りにいたとしてもそのカミングアウトもしないのでわからないというだけだったんですよね。 ただそのじゃあ自分たちがその偏った情報を見てたよねっていうことも思わなくてなんか最近 LGBT 的な人たちがやたら増えててなんか日本がおかしくなってるんじゃないのみたいな発言になっちゃうんですよ。要は過去にもいたんだけどその人たちが「あのあ俺 L です」とか「G」ですとかって言わなかったのでなので結果として自分たちが見えてなくてでそのなんか日本社会が変わってきちゃったみたいに思うんですけど。 もうちょっと前までいくと織田信長と森蘭丸とか戦国時代原因だらけなんですよ。 あの他の国でも多少はあるんですけど一応あの表立ってその同性愛を肯定してる文化ってあんまりないんですよねヨーロッパとかでも多少もゲイはいるんですけどその歴史的にねでもやっぱりなんかあの一応その姫を取ったりとかあのまあ男女で恋愛するもんだよねっていうのがあるんですけどその上杉謙信とかあの日本でゲイ増えすぎ問題があってそのなんかやたらにゲイがいるしその上杉謙信のラブレターとかあの信玄のラブレターとかあの小田の 信長のラブレターとかあのこれ全然男に対するね。という感じで、あの男性同士のラブレター出まくりなんですよ。だからもう決断の確定当たり前だったんですけど。っていうのから行くと、その明治大正昭和の時代の方がむしろ特殊なんですよね。要はあの日本ってそのなんか？鎌倉室町戦国時代江戸時代ってずっと続いてるので。 っってていうのがあってただじゃあ自分たちが特殊だって思わない人が多いのでその自分の見てきた景色の中のものが正しいそうじゃないものは間違ってるっていう人にやっぱりいくら説明しても分かってもらえないんじゃないかなと思います。あもちろんあの年いった人であの考え方柔軟な人もいますよ。